クルト川端慎吾ヤクルトは13日、球界野手最年長の青木宣親外野手42が今季限りで現役を引退すると発表した。東京、北青山の球団事務所で会見を開き、自身のプロ野球人生を100点満点。本当に幸せな野球人生だったと振り返った。6学年下のヤクルト、川端慎吾内野手、36は、事前に電話で報告を受けたといい、最初は驚きましたし、びっくりしました。まだまだ体も動いていますし、できると思いますし、最初はびっくりしましたけど、本当に長い間、お疲れ様でしたということは言わせてもらいましたと明かした。共に、類稀なバットコントロールで安打を積み重ねてきた。若手の頃から青木の背中を見て育ち、2015年に首位打者と最多安打のタイトルを獲得した川端。先輩への尊敬の念と凄さを口にした。一番身近で目標とする、こういうバッターを目指してやればいいんだということを本当に明確にしてくれた人だった。ずっと追いかけてきたという感じですね。ヒットを打つことに対しての貪欲さは本当に凄まじかった。4打数4安打打って5打席目でもすごい集中力でした。何としても打ってやるんだと。僕らからしたら4本打ったし、いっかという風になりそうなところなんですけど、そんな感じじゃない。貪欲にこの打席もという感じで、その姿勢は本当にすごいなと、見習いたいなという気持ちはすごくあったんですけど、なかなかできない。ずっと背中を追いかけてきた青木は、ユニフォームを脱ぐ。深い感謝を胸に、恩返しの一打を放つ。